おはようございます、やんちゃです。2022年6月4日土曜日の朝です。タイマー、はい、なんだ安定しないな。ん？始まったのかこれ。なんかアプリの挙動が変わったなんだろう、今まで画面全体にタイマーが出てたのに、タイマー履歴となんか一緒に、まあいいかもしかしたらウォッチ OS がアップデートしたのかな。アップルウォッチのアップデートはよくわかんないんですよね。はあ、朝だな。いや朝ですって言ってるから朝なんですけど、いや今8時なんでいつもよりちょっと早いで、今日なんで早く撮ってるかというと、あれ小学校の運動会があって、まあ、観覧に行くのにちょっと早く出ないといけないので早めに撮ってます。はい。で明日じゃないか、今日運動会なのに昨日やばくなかったですか？やばかったんですよあのそっか別にね、あの関東に住んでる人ばっかりじゃないんでね、多分ねなんか関東一円ですかね、凄まじい雨が降ってて、夕方以降何時ぐらいからかな、多分5時ぐらいから凄まじい風と雨なんかもうドアとかドゴッドゴッって音するし、なんか雨の勢いはすごい吹きつけてくるかのようっていうか、うん、ちょっと危なかったですね。まだ長男とか帰ってきてなかったんで大丈夫かなと思ったらずぶ濡れで帰ってきたから大変だったねって言って、はい。でも明日の運動会大丈夫かなみたいなこと言ってたんですけど、今日めちゃくちゃ晴れてますねどういう天気の移り変わりなんだって思いますけど、明日散歩行くから明日も昼間は晴れててほしいですね。夕方以降どうやら雨が降るらしいっていうのは聞いてるんですけど、まあなんとか活動してる時間帯だけは晴れててほしい。昼間は晴れて夜だけ雨降ってほしいですね。雨降らないわけにもいかないから寝てる間だけ雨降っててほしいっていう、そういう希望があります。はあ。さて、昨日あのドラム、電子ドラムの設置をしようと思って、ちょっと午後有給取って家の片付けをしつつ、長男が帰ってきた後ご飯が済んだら開墾して展開してたんですけど、結局設置が完了してなくて、でなんでかっていうと、なんか取扱説明書っていうか組み立て説明書を見ながら取り組んでたら、急になんかなんだろう、あのレンチみたいなやつ六角レンチじゃなくて、なんか四角い穴が開いたレンチみたいなやつが必要って言って、あのドラム機かっこ別売りって書いてあってえ、どっかに入ってんのかなと思って全てを開けて全てのものを取り出したんですけど入ってなくて、まあ、別売りって書いてあるからそうなんですけど、最初あの椅子、あの丸い座面の椅子あるじゃないですか、よくそのドラムセットのところについてるやつ、あれを組み立てようと思ったら別売りって書いてあって、あーなんか本体の方に同梱されてんのかなと思って、じゃあ本体の方も開けるかって言って全部バーって開けてドラムキーって言って開けてたらなくて、で本体の方の説明書を見たら、なんか今度は
チューニングキーが必要です。かっこ別売りって書いてあって。でもなんかこの説明書の図面上ではこれドラムキーとチューニングキーって同じもののように見えるがって言ってどっちにしろ別売りっぽいなこれって言って、はあじゃあダメじゃんって言って、でなんか調べアマゾンで調べたらヤマハの純正チューニングキーなんだっけDK15 とかいうやつが売ってたので、まあ、翌日配送するっていうからポチっておきましたけど、 あとついでにあのドラムスティックもなかったので一緒にポチりました。なんかサウンドハウスもなんか電子ドラムセット買うときに大丈夫そうって聞いてほしい。あのドラムキーとドラムスティックなくて大丈夫そうって聞くのが筋じゃない。まあいいけど、はい、まあそういうわけで、あ届くの待ってるっていう状態。なんか LINE でドラムに詳しい人に聞いてみたら、なんか割とそのドラムに限らずそのバンドとかをやってる人にとっては馴染み深い工具らしいですね。でなんかまあ持ってるのが当たり前なんだけど割となくしがちっていう、だからドラムキーとかチューニングキーがなくてわたわたするっていうシーンは結構あるって言ってた。そうなんだっていう。多分まあギター弾く人がピックがないって言ってるような状態なんだと思うんですけど。まあそれはあれか、どっちかっていうとドラムスティックの方か。うん、いやーやってしまいましたね。いや何しろね、何もわからんから。とりあえずセットを買えばそれで済むと思ってましたよ。まあいいけど、はい、そんな感じでした。ちょっとね、今日届いたら仕上げのセッティングをして、まあ試しに叩いてみたいと思いますよ。はい、さて、次の話題です。次の話題はよっよっこいせディン。はい、欲しいものリストから、はい、いただきました。ギンビスアスパラガスビスケット、はい、食レポを待ってますということなので食レポしたいと思います。なるほどね。これはあの欲しいものリストに入ってないやつをなんか裏技を使って送ってきたっていうタイプのやつではなくて、もともと欲しいものリストに入れてました。よく食べるので、はい、これね、これねいいんですよね。まあこれ10個入ってるんですけど、よいしょ、これこういうやつ、はい、見えます？逆光で見えない、太陽を隠す、そしてなんかピントを合わせようとする。一回見えなくて。このギンビスのアスパラガスビスケットなんですけど、私普段食べてる時はあのダイソーで100円で売ってる別これじゃないパッケージのやつを食べてるんですよ。でそのダイソーのやつとこのなんていうんですか、こっちの方が多分正当なアスパラガスビスケットなんですよ。でダイソーの方は廉価版なんだと思うんですけど、何が違うかというと長さですね。よっ、これってあ切るのか、よいしょ、こっちのアスパラガスあんま食べないから開け方が分かんなかった。長さね、長いんですよ、こんな感じで。そのダイソーで売ってるやつは
全て入ってるやつ全てがこんぐらいの長さだからこれが正当なやつで、これが廉価版みたいな感じで、ダイソーのは短いんですよ。うん、いいですね、うまい。うん、久しぶりにこのなんていうんですか、フルスペックのアスパラガス食べましたねフルスペックっていうか、うん、微妙に塩が効いてていいんですよね。なんかアスパラガスプラス水で塩分補給とか書いてある。熱中症ゼロへ、つまりアスパラガスと水で熱中症が減るよって言ってるアスパラガスってどんな感じかな、どう説明したらいいかな。あの乾パンって食べたことありますアスパラガスと乾パン、どっちの方が皆さん食べたことありますかね。乾パンの方が一般的な食品な気がするけど、乾パン食べないかみんな。乾パンみたいな、細長い乾パンみたいな感じなんですけど、中にごまが入っていて、それがかなりのアクセントになってるんですよね。うん、でこのアスパラガス、ギンビスアスパラガスビスケットって、なんかセブンイレブンで、なんていう名前だったかな、セサミビスケットみたいなそういう名前で、なんか OEM 生産っていうか、あのプライベートブランド、セブンイレブンのプライベートブランドとしても売ってるんですけど、ちょっとね違うんですよやっぱり。なんかで、そのセブンイレブンのプライベートブランドのセサミビスケットも、あの裏側を見るとギンビスが作ってるんで、まあ、単にアスパラガスのラベルを変えただけなのかなと思いきや、中身が全然違くて、何が違うかっていうと、セブンのやつはこのなんていうんですか、くびれがないまあ別にこのくびれが味にどのように寄与しているのか分かりませんけど、まずくびれがないんです。うん、はい、くびれがないのはまあ特徴が一つ減ってるだけなんで、食べる分には何も違いないんですけど、なんかねセブンの方は柔らかいって言ったらおかしいな、硬さが足りない硬さが足りないことを柔らかいと言ってもいいとは思うんですけど、柔らかいとは別なんですよね。そう、こうパキって折った時の抵抗が、こっちの本家アスパラの方がより硬いんですよ。だからね、セブンの方のやつを食べてるとちょっと違和感あるんですよね。たまに急に食べたくなってセブンで買うことあるんですけど、微妙にこれじゃないっていう感じに、ね、なってきちゃってね、もうセブンで買うのはやめました。なんですかね、プライベートブランドって私はてっきり完全に同じ製造ライン使ってパッケージだけ分けてるんだと思ってたんですけど、そのくびれがなくなってることからも分かる通り、生産ラインが完全に別なんですね。でもしかしたらその原材料の比率とかでコストカットしてより安く売るための工夫とかがされてんのかもしれん。それでなんかこう普段からアスパラビスケットを食べている人からすると分かる程度の違いが出てきてしまっている可能性はありますね。はい、っていうことを思いました。さてちょっと今日のにゃんこやるか。へー、ちょっとアスパラの話をしすぎたまず画面収録、はい、3、2、1、はい。
で今日はビッグペン Z、 なんだ、ヤマダ電機ビッグペン Z 教習っていうやつですね。教習ステージと呼ばれるステージをちょっとやっていきます。はい、もうねレベル8まで来たんですけど、レベル20まであるのかな。この間もなんかギガガガってやってたじゃないですか。でギガガガは飛んでいる敵だったと思うんですけど、今回のビッグペン Z は Z って言ってることから分かる通りゾンビですね。はい、レベル8だったらまだそんなに苦戦することはないと思うんですけど、まあもうね、まあゾンビのステージとはいえあれなんですよね。最初はエイリアンがたくさん出てくる。この緑の、緑、この色皆さん何色に見えます？緑、エメラルドグリーンか、まあ、エメラルドグリーンの敵はエイリアンっていう敵なんですけど、エイリアン属性ですね。まあとりあえずお金を貯めます。はい、お金が貯まったらでかいのを出していく。はい、でビッグペンが出てくると、ビッグペン Z で、このゾンビっていうのは、まあ、前も説明したと思うんですけど、なんか死んでも生き返ってくるてかもう死んでるっていう。だから、まあ、ちょっとゾンビの種類によるんですけど、こうやってなんか今コーンっていう音したじゃないですか。ああいうあの浄化する能力、ゾンビキラーっていう能力なんですけど、浄化する能力を持ったニャンコで叩かないと何度でも生き返ってくる。このビッグペン Z はもうそういう性質を持っているので、あ、EX ステージ出てきた。この教習ステージっていうのはこの EX ステージをやるためにあると言っても過言ではなくて、この EX ステージを手に入れるとなんか本能玉っていうニャンコに新しい能力を付加するためのアイテムが手に入る。まあ、そのアイテムを手に入れるために周回するのが教習ステージなわけですよ。で今わしが編成してるニャンコの中で、この紫の一番左下に編成してるやつ、これが猫クマンケンっていうやつで、ゾンビを浄化する能力を持ってる。だからさっきからコーンコーンって鐘の音がしてるじゃないですか。それがそう。はい、終わった。こんな感じでしたゾンビを相手にするときはゾンビキラーを持ったニャンコを編成することによって、あの復活してくるのを阻止して一発で浄化していくことができるということを覚えておいていただければ今日は大丈夫ですさてキューブやって終わるか。いやースパラビスケット嬉しいですねいやなんか欲しいものリストにあの必要数10とか書いてしまったんで、いきなり10送られてきたらさすがにやべえなと思ってたんですけど、あの一箱で済んでよかったです。ありがとうございますはあ、さてこの今、そうか、こんぐらいか。これ終わったらすぐに編集してアップして運動会に行かないといけない。このカメラを一応持ってかなきゃいけないんで今この単焦点の広角レンズにしてますけど、これをズームレンズに、ズームの望遠に換装して、でメモリーカードの空きをチェックしてとか割とバタバタしますねこの後ね。でもなんか運動会の映像をもう撮るの嫌だなって思っててこう言っちゃなんですけど、なんか単に見るのに集中したいっていうか、
まあ、その時見られりゃいいじゃんっていう気持ちがねなくはないですね。まあね、その写真ならまだいいかもしれないですけど、動画を撮るってなると最初から最後までなんかピントが合ってるかとか、そのレンズ越しで見なきゃいけないので、それがね嫌だなっていうかいくらそれがね後から何回でも見直せるとはいえね、そのレンズ越しで見なかったという、レンズ越しじゃなくて肉眼で見ているという体験が失われてはいるのでね、後から何回もムービーを見ることで埋め合わせるのかその体験はみたいな、そういうね気持ちがなくはないんですよね。まあなんでちょっとほどほどにしようかなっていう気はします。はい、揃った。よし、じゃあ心置きなく運動会に行ってきます。バイバイ。